それはホームページに書いておきましたけども、介護で苦しんだ人がですね、介護で苦しむって言っても、介護はね、割り切っちゃえば何でもないんですよ、あれ。割り切らないと大変なの。もう、分かったと。もう、うんちても何でもしなさいと。あなたが死ぬまで私面倒見るからねって言って、もう宣言して、そしてやるべきことはやりながらも、そこで割り切っちゃえばいいんですよ。それをね、お金は出すの嫌だ、時間は取られる、ガソリン代が取ら、あの、かかるとかって、そういうね、愚痴を言い始めますとね、愚痴愚痴愚痴の愚痴地獄に入っちゃうんですよ、あれ。そうしますとね、自分の精神もおかしくなりますしね、周りもおかしくなっちゃう。周りも嫌ですよ、愚痴を聞かされる方も。まあ、とにかく愚痴愚痴愚痴になりますからね。ですから、愚痴なんてのはね、愚かな地方の地って字書くんですね、あれ。まあ、もともとは仏教用語で、愚痴ということはあるんですけども、まあ、一般社会で愚痴というのは、意味のない、言っても意味のないことを言うのを愚痴というんですけどね。まあ、それはいいんですけどもね、あるブログを読んでましたら、ある女性が1年間親の介護をしたんだそうです。で、その間、その娘さんの方、娘さんがね、愚痴をの聞き役にだったっていうんです。まあ、よくあるケースですね。誰かが聞き役になるわけですけども、聞き役にさせられる方も大変ですよ。とにかく愚痴の聞き役になったっていうんですね。で、まあ、それで介護が終わったっていうんですね。で、終わったはずなんだけども、その女性の場合は、そうか、なんか非常に乱暴というか暴力を振るうようになって、で、ケアマネの人に相談したら、まあ、いいところがあって、そこへ入ったんだそうですけども。で、まあ、介護からは解放されたはずなんですね。ところが、こっからが怖いところなんですね。その介護をしてた人は、それ以前はですね、非常に茶目気があって、面白くて、頭の回転も速くて楽しい人だったんだそうです。娘さんの、文章によればですよ。ところが、その介護終わったはずなのに、ものすごい腹黒い、女性になってしまったと。だから、その女性がですね、ブログの中で書いてるのは、腹黒くなってしまったその母を見てるとね、大変辛いと。これが自分の親かと思うというようなことを書いてありましたんで、私のブログの、ブログじゃない、ホームページの、あいうえお編の中に書いておきましたですけど、また興味のある人は見てくださればいいと思いますけども、なぜそういうことが起きるかってことなんです。そういう現象はよくあるんです。わかりやすく言いますとね、非常に苦労した人がですね、善人になるケースと、かえってこの、陰湿ってこの、邪悪な人間になるタイプと二つあるんですね。じゃあなぜその母親の場合は陰湿で邪悪な人間になったかですけど、ここで出てくるのは抑圧という言葉なんですね。というのは、例えば我々いろんな仮面を被るんですけども、例えば教師の仮面、医者の仮面、牧師の仮面、僧侶の仮面という仮面を被るんですけども、その仮面を被ることによってですね、邪悪な自分というものをね、どっかね、心に別室を作って、そこにギュ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 押し込んでしまうんですね。これが良くないんです。これを抑圧って言うんですね。で、このキャパシティがありますからね、心にも。そしてその抑圧がをどん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 押し込めていって、邪悪なものを押し込めていく。そして、まあ、その女性の場合は多分ですよ。他人の目の前では非常によくできた嫁を演じてたのではないのかなと思うんです。お母さんの介護をね、人が来るともう、かいがいしくこう、面倒、かいがいしくして見せてですね、いい嫁のふりをしたんじゃないかなと思うんですね。で、そういう無理がですね、どん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 抑圧を作っていって、抑圧という心理状態を作っておいて、そして心の別室に詰め込んでたんですね。心の本当のこと言えば、私はクソババアのあんな汚いうんちなんか面倒見たくないと言いたいんでしょうけども、そう言えないわけです。ね、人が来ると、まあ、なんでやめませんよ、私は本当にいい嫁ですからってな顔して、その抑圧を止めつつ、その抑圧っていうのはですね、怖いのは、ドーンと出てくるんですね。あるいはその臨界状況を超えますと、表に出てくるんですね。そしてそれはユングっていう人が、学者も昔いましたですけども、精神心理学者のユングっていうのいましたけども、彼がそれをシャドウという言葉を使って説明してますね、シャドウ。ですから、シャドウを作ってしまうわけです。で、そのシャドウがある、肥大化してくると、今度はその本来の人格の方まで侵襲してくるわけですね。
で、そしてその醜い自分に仕立ててしまうということがあるわけですね。あるいはそれね、シャドウの場合は、ユンが言うシャドウというのは、声と伝播していくわけです。ですから、意外とね、牧師の子供が凶悪犯罪を起こすというケースは多いんですね。いわゆる善人ぶってる。あるいは教師の子供がですね、極悪になるってケースも多いわけですね。今はもうそういうことはありませんけどね、昔はあったような気がしますね。今はもう先生もね、私のようにこうありままをさらけ出して、生きるようになりましたからね。昔は、私は何々中学校の教員をしておりますなんてね、仮面かぶっちゃって、いかにもこう人格の的に高慢者のようなふりをしているような教師がいましたけど、今はそういう先生も少なくなりましたし、たまにはいるかもしれませんけどね。私の周りにはいないですね。みんなありのまま、ありのままで生きればいいんですよ、要するに。こう子供に接する時もありのまま。まあね、それに親と私の信頼関係が必要ですけどね。今日もそれはね、もまら間違えたらみんなほっぺたにぶちゅうするぞって言って子供、幼稚園の子供に言うんですけども、こういう恐ろしいそのジョークが言えるのはやっぱり後ろで全員母親たちが見てるからなんですね。見てるからいいわけですよ。これに親がいなくてね、子供はね、うちに帰ってね、BW の先生は間違えた子供のほっぺたにチューするんだよ、なんて。ねえ、そんなこと言ったら、親はその言葉をどういうふうに捉えるか、それは難しい問題出てきますよ。あの親父は、幼児にチューをしてる。これは大変だ。ここで信頼関係がないとそういうことになっちゃうわけです。ところが私の場合は全参観授業って言っても、オープンにしてるわけですね。オープンってことは、どうぞどうぞ。だから、ほとんどのお父さんお母さんたちは、それだけに難しい問題もあるんですよ。お父さんお母さんを楽しませなくちゃいけない。いがみ合わせてはいけない。ピリピリした雰囲気を作らせてはいけない。いろんな技術があるわけです。そのためにはどうしたらいいかっていう、技術は私は持ってますから、お父さんとお母さん、お父さん同士、お母さん同士がね、参観してるお父さんお母さん同士がこう、いがみ合うというケースはないです。むしろ逆なんです。最近、いろんなお母さんたちが話してくれますけども、BW の OB のお父さんお母さんってみんなものすごく仲いいんですね。それは子供たちが高校卒業するまでずっと続くんだそうです。っていうのは、幼児期にこの幼児教師でね、こう今のように参観しながら、いろんな情報を交換しながら、そして和気あいあいとした雰囲気を作る。ですから幼児教育をしながら、私の場合はやっぱりお父さんお母さんの心理状態がどういう心理状態であるかということも、やっぱり非常に重要なポイントになってくるわけです。だから子供を笑わせるというよりも、たまには親を笑わせる。この両方の他の駆け引き。そういうのは YouTube のあちこちに放り込んでありますから、ぜひ見てください。自慢じゃないですけど、こういう技術を持っているのは日本広しといえども、そんなにないと思いますよ。はい。こういう技術を得得したっていうのはね、ねえ、自画自賛と言いますね、こういうの。自画自賛です。しかし、絶対に真似はできませんから、だから堂々と公表してるんです。公表することにしたんですけどね。いいじゃないですか。ね。真似してみようと思うならやってもらわなさいと。ね、できっこないと。そこらのね、若い女性がですよ、テキスト片手に幼児を相手にしてね、指導ができるって、そんなバカなことはできませんよ。いや、そいつはごめんなさいね、これ聞いてる人の中には、幼児教師の先生もいらっしゃるかもしれませんけど、いや、そんな簡単にできやしない。それはね、大工さんだってね、家が建てられないのになるにはね、10年、20年、修行が必要ですから、ね。幼児教育なんて特に信用が必要ですから、5年や10年でね、幼児の前に立ってね、偉そうなこと言ってね、私は幼児教育家だなんて人がいたらね、私笑っちゃいますよ。これは大学の教授についても言えるんですよ。大学の教授なんかで幼児と接して、ね、教えた経験のある先生なんてほとんどいないわけですから。そんな人がね、子育ての本を書いて、本当にあちこちをパクって書いてますね。私の原稿なんかかなりパクられてますから。それでね、20万も30万ぶってるんですからね。あっともいきますよ、皆さん。しかしね、どうせ死ねばこの宇宙をものとも私のこと消えるわけですから。どうぞ勝手に。いや、勝手にやっちゃダメですよ。私が生きてる間はね、その無断転用、転載、引用はね、絶対許しませんから。いいですか？これはっきり言っておきますよ。これやったらね、やったというかもう、やってるんですけどね。ところがそういう先生っていうのは頭いいから結構。尻尾をつかまれなくてやらない。うまーく変えてるんです。背中にチョークで落書きされたがね、カバンにチョークで落書きされたと変えられてやってしまったら、もう私の方としては打つ手がないんです。これ愚痴ですね、考えてみますと。皆さんごめんね。愚痴を聞かせまして、ちょうど今ね、YouTube のアップロードが終わったところです。では皆さん、今日5月29日、時刻は今9時44分になりました。5月の反省ということです。